何そのニヒルな笑い。マジかよ。つうか服が生えんのかよ。すげえな。そこ。くもいてくまくんを生み出したし、ワイケはバラバラにした。生徒会長とかワイスピークラブとか、目障りな人たちは随時排除しちゃいます。それ以外の人間は全員普通に学園の中にはおるってこと、はい、あいつら大事な時に邪魔してきて、ほんとうざいったらないんだよね。じゃあさ、残ったメンバーとかでとりあえず再結成みたいな、プチッと潰しちゃってもいいんだけど。プチッと怖い。人間たちを自らの力で滅ぼす、そんなナイスな計画をやめてしまっては、やっぱりここも人ではないのでは。見た目的には全然人じゃないんやけど、まあ、確かにね。省エネ地球侵略、あなたの発想には頭が下がる思いでございます。地球人が持つ不思議なパワー、揚力って言ったかしら。ここもなんか乗り移ったかな。もう少し見てみたい気もするしね。それに連中を潰すのは遊ぶのに飽きた後でも遅くはないかと。言うじゃん。そのうちここともか私が遊んでいると、なゆちゃんはなんかその中身と戦いにはなるんやろうけど、でなければその後何かの意図があって手を抜いていらっしゃる。なゆちゃんの直前ぐらいで、引き続き監視の任はこの私めにお任せください。まあいいわ。じゃあまた、ね、私のラブリーパワーをあげちゃうよ。何ラブリーパワー。ありがたき幸せ。いくよ。なに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 、何が起きとん。どういう状態とかよくわからんねえ。パワー充電完了でございます。充電なの。はいはい。何かを吸い取るようとかいうわけじゃないんやね。逆なんやね。与えよる方か。久々の部室。あれ、何の本が置いてあるんやろ。ごきげんよう、YSP クラブの諸君。みんな集まっている。ちゃんと毎日集まっている。会長さん。私が言ってないだけで。会長さん自らこの庶民の吹き溜まりに何の用だ。なんでそんな手の引き出しなんだ。まさか私たちに不思議案件の依頼ですか。なんだみんなの反応。ライドメロ、今日は君に頼みがあってきた。え、そこに、そこに個人的な、ま、俺、え、気になる。何かの自販機の下からコインを探す方法とか。そんなことやってんのか。そうそう、あれはなかなかコツがあってな。何コツ。どんな貧乏キャラなんだよ。いやでもなんかお金に困って悪しよったんじゃなかったっけ。一体何のようだ。マフィアの下で学園マフィアに接触したい。あ、そういうこと。何？君は以前、学園マフィアに付き従って行動していた。調べたのかよ。俺はきっぱり奴らとの関係を切った。調べんと今更俺に言われてもな。よくわからんけど。知り合いなんじゃないか。え、でもああいう組織のボス。何？そういう組織から抜けるってさ、ノーズ？鼻？そういう組織から乗っけるってなんかノーズ？ボコボコにされたけど大丈夫やったんかな。学園マフィア、スネークスのボスだよ。確か本名は三つまたぎのづちか。三つまたのづちやん。メイン体育倉庫を目白にして、あ、学園を裏から牛耳ってるって話さ。で、スネークス、なんかいろいろごちゃごちゃしとるな。生徒会や風紀委員会にも従わず独自のルールで動いてんだ。まあ、マフィアだからね。気は確かか。あ、でもマフィアって言ってもあれなんか、ノーズは誰かの味方につくようなやつじゃない。学生なのか。暴力によって個人を従わせ、学生ということか。頭脳によって組織を動かす、ね、学園内におるってことやもんね。学園マフィアやし、生まれついてのボス気質だ。問題ない、やつは私が説得する。え、説得できるような感じな。待ってください、生徒会長。もうメラ君は足を洗ったんです。メラはもう100円のために何でもする男じゃないんだ。前は100円のために何でもしよった。だから俺はどんなに貧乏キャラになったんだ。 やばならば200、いや500円までなら出しても構わんぞ。このノリに乗ってくれるんやらんとちょっと意外だ。そういう問題じゃねえ。嫌なもんは嫌なんだ よ。そもそも
どうして学園マフィアと接触したいんですか？そこよね。なんか関係あるんかな、あの宇宙人たち。こいつらが信じるかどうかは賭けだな。力にする。手段を選んでいる猶予は。いいだろう。お前たちには全てを話す。消された記憶と倒すべき敵についてな。あの時に見たのは全部もう記憶ないんやもんね。つまりどういうことだ？僕らは宇宙人と戦っていて、風紀委員会と学園ポリスはその宇宙人の仲間で。でもね、ラント君がそんな嘘をつくとは思えんけ。風紀委員長の古星奈優さんは体を乗っ取られている。そもそも音量とかなんとか変身とかね。しかも僕たちは怪しげな光線でそれらの記憶を消されているこういうことは別になくないやろ。にわかには信じがたいな。でも言われてみると最近記憶が曖昧な気も。敵はその規模も力も強大だ。生半可な戦力では返り討ちに遭う。そこで学園マフィアの登場ってこと。学園ポリスは統率の取れた軍隊みたいなものだからね。学園マフィアを味方につければ怠慢も晴れるってわけか。なやべえ話聞かされて断れるわけねえじゃねえか。まあ、普通にすっと信じるわけやね。それは承諾したと解釈して問題ないか。その代わりどうなっても知らねえからな。あそこは何が起きても不思議じゃねえ。てかどこに向かえばいいの。学園のルールなんて紙くず同然の無法地帯なんだからな。私結構レベル上げとかでいろんなところ飛び回ったりとか。無法地帯だか微妙地帯だか知らないけど、とにかく行ってみようぜ。あのモモポート解放するのでさ、行けばなんとかなんだろ。そんな場所あったっけ。怖いもの知らしすぎ。これで絶対やばいよ。覚えてないや、砂漠とかしかなかったよ。でもそれがジンペイくんだけどね。まあ確かにそうなんだけど。体育倉庫は本校舎から西の方にあるみたい。行ってみよう。よっしゃレッツラゴーだな。もうあれなん。すごいベタに体育倉庫の裏とかそういう感じ。ブルポンのお願いを聞いてみよう。こんなところに。お、そしてなんか二人おりやん。いいですわ。縦巻きロール。ここは YSP クラブでしょうか。私縦巻きと申します。このクラブが気になってましたの。どうかこれから仲良くしてくださいね。しましょう。かわいい。はい。ちょっと立ち寄りたくなってきてしまいました。もしよかったらまた私の生徒カードをどうぞ。やった !2 枚目。イエーイ。イエーイ。で、なんで君はここにいるんだい？ん？あのね、僕メダルが欲しい。メダル？なんの？メダルをくれたらもっと役に立つよ。だから手伝って。ブルポンから YSP クラブに何やらお願いがあるらしい。一体どうしたのだろうか？めっちゃ難しいやん。大丈夫なんこれ。いや、しかし、これがメインってことなんやろ？このクエストが。ねえ、上になんかバーンって出とったし、もし。お手伝いありがとう。僕ね、メダルを食べたら成長できるの。でも何でもいいわけじゃないよ。僕が欲しいメダルを持ってきて欲しいの。今欲しいメダルはね、ウワバミーの召喚メダルだよ。じゃあ待ってる。ウワバミー？え？持っとるかな？ちょっと待って。話しかけてみたらわかるかな。あ、メダル、あるんじゃないこれ。あるよ。レベル低いのでいいかな。反逆のワバミーにしよう。とりあえずなんかレベル的に低いけど、大丈夫？高い方がいい？関係ないかな。お手が生えた。あ、なるほど、なるほど。こうやって成長していくってことだね。見た目に変化が。へえ、お前面白いやつだな。じゃあこれでクリア。もうクリア？え？まだ続く感じこれ。うん。今欲しいのは愛蔵さんの召喚メダルだよ。メダルくれるの？あ、あるっぽい。よかった。あの、住宅街にさ、愛蔵さん結構出てきよったんよね。じゃ、弾丸の愛蔵さんでいい？はい、どうぞ。弱いけど、なんか一応ね、何かしらの、負荷がついとるやつ。お？足が生えた。そしてなんか胴体も伸びた。今度は足が生えた。ほ
俺もなんかメダル食ってみようかな。いや。いやでも君は変身するからね。兄貴、それ腹壊すだけっす。なに？まだ続くよ。うん、今欲しいのは雷雲の召喚メダルだよ。うん、メダルくれるの？おー、あるある。やったー、これ全部、どこまで続くかわからんけど、続くんやね。雷雲。はい。どうぞ。あ、じゃあ、とりあえず、あれか？今までに出てきた、怨霊たちのメダルが欲しいってこと？ん？胴体がさらに伸びた？あ、でかくなったんか。体がでかくなったぞ。どんどん姿が変わっていくね。見ていて飽きないよ。だが。姿形はもはやスライムではなくなったかな。まあね、別に何？そこをがっかりしてるの。てか何？君、話さなくなったな。いや。別に責めているわけではないんだが。ねえ、さっきから、む、とか、は、とか。まだ続くらしい。うん、今欲しいのは、パンダボーイの召喚メダルだよ。うん、お、ある、ある、ある。パンダボーイ。じゃあ、普通のパンダボーイで。どうぞ。なんかさ、妖怪ウォッチの方といろいろ、頭の中でごっちゃになるけんさ、パンダボーイって言われたら、なんかそのまんまの妖怪おらんかったけど、なんかパンダっぽい妖怪おったやん。うわぁ！なんかあれが思い浮かぶんやけど。お前スライムじゃなくて猫だったの？まあ、耳は生えてたからな、最初から。てか、一気にスマートに。何か問題でも？何？キャラ変わった？ええぇ？ねえ、なんかキャラ変わってない？何そのニヒルな笑い。マジかよ。つうか服が生えんのかよ。すげえな。そこそこなの？え、これまだ最終形態じゃない？マジで？あ。今欲しいのは道連れくんの召喚メダルだよ。ん？お。あるあるある。道連れくん。じゃ、鉄壁の道連れくんで。はい。なんか強くなりそう。なに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 、浮いた、浮いたよ。水、やっぱ水じゃないこの子。なに、どうなった？おぉ！なんか、目の周りのアイシャドウの色変わった？アイシャドウって言うんかどうかわからんけど。そんなことないよ。え？何がどうなったかちょっといまいちよくわかってない。なんかあの白い模様が出てきたんかな？ちょっと、一個前忘れた。もっと大きくなってる。え、大きさも変わった？よくわからん。どんどん猫らしくなってきたね。目の色も変わったんかな？え、まだ続くの？ね、いつ最終形態？あ。今欲しいのは生ゴミの召喚メダルだよ。お。あ、尻尾も生えとる、尻尾も。かわいい。浄化生ゴミ。生ゴミに浄化されたらいかんくね？また浮いた。またでかくなる？これ以上でかくなったらな。何？あ、ほ、また姿が変わった。前髪ができた、前髪が。あ、なんか、服も伸びた？コートみたいになったね。あとなんか、紐が出てきたよ。ようやく僕の本当の姿をお見せすることができたよ。お、耳もでかくなったんかな。え？ウルポン！もしかして、完全体になったってこと？しゃべりだした。びっくりした。あ、どうも、はじめまして。はじめましてな。僕の魔法でみんなを助けられると思う。これからもよろしく。あ、魔法使いのローブってこと？それなんかクールでかっこいい。もっとなんか僕悪いブルポンじゃないみたいなこと言ってほしい。この前までスライムだったとも思えないよね。この前っていうかついさっきまでだよ。さあ、ジンペイ君、これを君に。ちょっとキャラまで変わっていただきたくなかったな。もっと可愛くっていいんだよ君。何？今度どんな風に変身するんやろう。おぉ。パーカー？変身メダル、ブルームーンを手に入れた。ブルームーンやって、かっこいい。おぉ！変身メダルじゃん！いいね。ほんと？また今回、このキャラの、何？武器を、どんどん強化していかねばってことか。使ってみてくれるかい？オッケー！変身！あ、武器どんな感じなんやろう。ワールドボーイは、銃やったけど。今回はすげえな。あ、ステッキ持っとる。ステッキ、そっ
か。変身しても魔法使いってことか。おお、新形態、魔術師タイプだ。イカスかっこいい。何、ジンペイだけさ、何に変身してもかっこいいんやけど。ベニマルともワイルドボーイとも違う感じだね。ベニマルが刀でワイルドボーイが銃で、ついてて大人っぽい。で、ブルームーンが魔法ってこと。すごいな。ねえねえ、どんな魔法が使えるの？教えて教えて。ミス系やっぱり。それはバトルでもお楽しみだよ。百聞は一見にしかず、言葉で聞くよりその目で確かめた方がエキサイティングだよ。なんかクールにあしらわれた。何かな、この大人感。大人感。クールヒーロー最高。別にあとの2匹ね、クールな感じではあったと思うけど。クエスト、ブルポンのお願いバッチリ解決。伝説の黄金比とコロンブスの卵ゲットや。これぞ小社会、学園マフィア登場。あ、これからなんすか、学園マフィア。学園マフィアってやっぱ強いのか。ブルコもなくなった。マフィアっていうくらいだから暴力とかは専門なんじゃ。ブルコもなくなった。もうあれか、吸収されたってことか。それは楽しみだな。メダルの中に入って、そういうことを楽しみにできるの知ってるくらいだよ。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。行くぞ。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは次回あれ、三股のずちか。ちょっと名前がいまいちよく分かってないけど、三股のずちって言いそう。三股のずちか。紛らわしいよね、似たような名前つけるの。しょうがないけどさ。